はい、どうも皆さんご視聴ありがとうございます。この坂田と塚地です。よろしくお願いします。お願いします。今回はですね、はい。勝手に靴屋あるあるを撮ってみようかなと思いまして。おー、なるほど。はい。まあもう撮った後なんですけど、はい。ぜひね、そちらをご覧ください。いらっしゃいませー。靴屋久しぶりだな。いらっしゃいませー。あ、いいね。やっぱこういうストレートとかも。あ、こちら試着できますよ。あ、ありがとう。サイズお出しできます。あ、ありがとうございます。はい、まあちょっと気に入ったのがあったら、まだちょっと見させてもらいます。はい、ぜひあのお声かけください。はい、ありがとうございます。はい、いらっしゃいませー。あ、ローファーいいな。これも試着できますね。あ、これはサイズ何センチぐらい出したらいいですか、ね、サイズそうです。26ぐらいですかね。出しますか。いや、まだ大丈夫です。あ、大丈夫。もうちょっとちゃんと見させてもらってからで。わかりました、はい。はい。ありがとうございます。はい、ぜひお声かけくださいね。ありがとうございます。はい、うわ、ブーツある。これありますね、試着。これ試着できますね。はい、これ試着できます。ありがとうございます。はい、試着できますが。ちょっともう喋らなく喋りかけないでもらっていいですか。はい。いらっしゃいませ。あ、ローファーあんじゃん。あ、こちらですね、あのクロケット&ジョーンズっていうブランド、イギリスのブランドになるんですけど、はい、あの靴の聖地ノーザンプトンっていう場所で作られているもので、はい、あの木型で靴って作られるんですけど、その木型をラストって呼びまして、そのラストを世界一豊富なラストを持っているブランドって言われているので、うん、あ、はい、あの皆さんの靴 の, あの足のサイズにも合うなっていうところでもうおすすめできますね。日本でも人気ですし、はい、はい、ご購入なされます。あ、やかましいな。すみません、はい、これ試着できますかね。はい、試着ですね。スニーカーのサイズってどのぐらい履かれてます？スニーカーはですね、だいたい 26.5 とかですかね。 26.5 とかですと 24.5 か25ぐらいの革靴だとぴったりだと思うので、それ持ってきますね。あ、わかりました。これ絶対聞かれんだよな。いらっしゃいませ。すいません。はい、あ、このエドワードグリーンちょっと履いてみたいんですけど。こちらご試着ですね。かしこまりました。はい、こちら靴量でございます。渡し方の癖。いらっしゃいませ。あ、いいな。お客様、綺麗な靴履いてらっしゃいますね。あ、ありがとうございます。な、靴が来る時ってしっかりと磨いてきちゃうんですよね。よし、今日絶対靴買ってやるわ。めっちゃいい靴あるもん、この店。あ、クリームだ。いやいや、クリームあったっけな、もうなかった気がすんな。いらっしゃいませ。やっぱいい靴揃ってんな、ここ。あ、エドワードグリーンかな。そうですね、おっしゃる通りエドワードグリーンでイギリスのブランドになるんですけれども、はい、このモデルはもう日本とか、まあ、正規ではもう売ってないものなので、はい、でこれはまあファクトリーショップから流れてきたっていうところもすごいレアですね。あ、めっちゃいいなこれ。はい、これはすごいおすすめですね。ちなみにいくらぐらいですか？今セールで15万円ですね、うちだと。はい、15万ぐらい買えるんですね。そうですね、まあ、エドワードグリーンでこの状態って考えるとまあ安いかなとは思いますね。めっちゃいいな、買っちゃおうかな俺。まあ、次来た時にはもしかしてないぐらい人気ですね。皆さん結構いいって、ね、はい、言われるので。しかもちょっと珍しい、あんま手に入んない感じですね。そうですね、日本で見たのはもう初めてですね、実物見たのは。あ、そうなんですか。はい、いや、めっちゃいいな、これありだな。ありですか。あ、したらあの試し履きされますか。いや、大丈夫です。こいつ買わないやん。はい、どうだったでしょうか。ちょっと初の試みだったよね。そうだね。だからあんまりこう、なんていうんですかね、皆さんが好きなタイプのネタなのかどうか分かんなかったんですけど、うん、まあ、試しにやってみようということでやってみました。まあ、なかなかいいのが揃ったんじゃないかなと、うん、まあ確かにあるねっていうのと、いや、これないだろうっていうネタ要素もね、うん、あったりだとかで楽しめた方がいればね、嬉しいですけれども。靴屋ないないがあったからね。靴屋ないないはありましたね、確実にね。で、つかっちゃんが出してきた靴屋ないない、うん、靴屋あるあるが全部ないないなのよそんなことないのよ。そうないのか。うん、だからだって一個試しにあげてみると、あの、うん、試着でって言われたやつでサイズ探して持って帰ってきたらもうお客さんいないっていうさ、
ゃあそれ店員さん側のあるあるかもしれないけどさ、うん、それないし絶対ないし帰るなよって。そうだし、あるあるそっち目線で言わないのよ普通。あ、確かに普通ユーザー目線なのよ、うん、そうだから、まあ、つかちのねポンコツぶりが出た企画だなと思いましたけどね僕は。まあそれは全部カットさせていただいてね、いいところだけお届けしたと思うんですけれども、はい、どうだった、やってみて楽しかったね。いや楽しかったね。だからやってて楽しかったね普通にね、うん、うん、個人的には良かったと。ショートコントみたいなね。そう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 感じで。そうそうそう、しかもあるあるだからちゃんと笑えなくてもいいわけじゃん、うん、あるって思えばあるあるなわけだよ。うん、一人でもあるって思えばいいわけでしょ。そうだね、うん、だからまあまあまあハードルは低くてやりやすかったけどね。一人だったら絶対いるから。そうだね。まあコメント欄にね皆さんのまあこんなことあってあるあるかなっていうようなねエピソードとかあればぜひ教えてください、うん、もしかしたら次の動画になるかもしれません。そうですね、いくつかねもしなんか溜まってったらねまた第2弾が、ね、第2弾作れたりいいですよね、作れるかもしれないんで。まああとこの TikTok で一個一個のあるあるとかは上げてもいいのかなと思ってるんで。ああいいですね。そう YouTube に撮ってはいたんだけど、うん、一応 TikTok 用の画面でも撮ったわけじゃん、うん、だから TikTok とかでも上げてもいいのかなとかね、インスタのあれでも上げてもいいしね。そうですね、うん、なんかちょっといろいろなメディアに上げていこうかなとは思いますけどね、うん、いいですね。はい、ということで今回はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よかったらねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あれ最後まで見てますやん。もうこれは完全に僕らのファンですね。いやーありがたい。まさかまだ登録してないとかないですよね。ないでしょ。もしまだだったらこの機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。